ぱ過去知りたいんじゃないですか、みんな。とりあえず過去、うん、なんかあるの過去。過去ですか、うん、中学校はなんかこんな風だったとかあるじゃないですか。もともと静岡の生まれは。そうです、静岡で生まれて。静岡で生まれ、静岡生まれ、静岡育ち。そうです。そう、何歳だ。25です。25は誰と同じ小だったし、小より1個下、1個下。そうそう、はい、俺どんな中学校を過ごした。うん、もうフィリピンの母親はずっと不良だったろう、どうせ。まあ遊ん…半グレだろ。遊んではいましたよ。そんなじゃん。遊んではいましたよ。不良だよ、あいつ。なあ、遊んでよ、俺たち。何、中学校の時リーゼントだったからね。あ、自分、あいつ。そうっすよ。自分はもう、それこそあの不良ドラマの何でしたっけ、小栗旬の。ああ、クローズとか、そっち系。そうですね、アイドルに憧れて、憧れてクローズの小栗旬の髪型しとった。小栗旬どんな感じだ。あのここカッて両サイドで、うん、なんかその前縛ってみたいな。ああ、そういうこと。そこに憧れて。まあでもモテただろお前、別に普通に。いや、そんなモテんかったっすよ。そう、あの外国のミッチと違うのかは。フィリピンでもやっぱ一番下と一番上だよな。この差すごいよな。お母さんがフィリピン。そうです。あ、その人じゃないですか。お父さんが、ね、お父さんがフィリピンだもんね。だけどあいつ、お兄ちゃんも弟もかっこいいじゃん。お兄ちゃんかっこいいですよ、弟。弟もママイケメンだよな。お兄ちゃんなんて家族全然もう見合わないですよ、顔が。あ、お兄ちゃんの方は。僕、お兄ちゃん僕の同級生なんですけど、あの車コーティングやってきたの。そう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 。あ、そうなの。そうそうそう。全然似てないのか。全然似てないです。お父さんもイケメンだよな、あれ。お父さん顔がめっちゃ濃いですよね。濃いよな、うん、イケメンだよな、いわゆるイケメンだよな。そうそう、だから一番上に全部血持ってかれたって言われてますよね。いいとこ全部。強すぎない。一瞬笑って。だけど弟がなんで、弟もイケメンじゃん。あ、そうですね、下の子。ちょっと見とる系だよな、こういう、こういう濃い感じだよな。あ、そうそうそう。もう別に普通にジャニーズとかにいそうだもんな。そうですよね。あ、そうですよ。お前の中で誰が一番かっこいいだと思う、足場の中で。カンタくんじゃないですか。カンタ、やっぱ思う。爽やかなんですよね。あー、なるほどな。自分とかも、うん、多分男勝りな顔してるもんで。あれも勝手に自分も男勝りですみたいな言い方してるな。それこそ夏場なんてまんまフィリピン人だと思われるぐらい 黒くなるんで。あ、黒くなるもんね。そっちもいいんじゃないの、男だったら。いや、爽やかっていいなと。普通に爽やかだけどね、黒いもんね。なんか周りから言われるのは顔が濃い。それもう言うだけなら冗談でだろ。お前の面白い過去なんか言えよ。面白い過去ですか。なんかないよ、まあ、うちに来たいきっかけがあるじゃん。きっかけは YouTube ですね、やっぱり。 YouTube にとって、はい、うん、きっかけはやっぱ YouTube で、うん、地元でも自信あったというか。あ、仕事にな、まあ、人の方でやったの、はい、そうです、ね、あ、でも、あ、授業も使ったのか。そうです。あのトラック持って手間受けでやってたわけでしょ、はい、そうです、うん、で、まあ、自信あったんでちょっとやったるぜみたいな感じで、翔くんと勝負してみたいなっていうのもあって連絡してみました。ああ、ああ、うん、実際どうだった。まあまあやるやんって感じ。いや、大したことねえな感じ。ぶっちゃけ、ぶっちゃけあれですよ、ちゃんと競争しとらんもんで。ああ、でもな、見てたら大体わかるじゃん、翔くんだったらいけるな、なんか。いや、翔くんが言うには 100% は俺は出さんもんでみたいな。うまいこと言っとくない。ちょ、それでも大体わかるじゃん。ああ、なんか見てる、ああこいつあれだなとか。でも動く時自体はやっぱ一緒ぐらいなのかなとか。あれ、そう、リュウジは、リュウジさんはもうそれこそだ、下回りとか頭いいですもんね。だって、あ、頭いい。自分その思いつかない発想とかあるもんで。あ、組み方が。それこそ今日やってる現場とかも、うん、あそこの300生かすとかって。ああ、そういうこと。はい、多分自分だったら多分もっと面倒くさい、ショートカットして組んじゃうんですけど。ああ、そういうことな。あ、綺麗に組むっていう感じか。 あそこの300のとこな。そうです。ああ、綺麗、組み方が綺麗。そうですね。うん、で、ああ、なるほど、勉強になるわみたいな。そうですね。だけど、ね、メインは何やったの、戸建て、新築。自分は新築ばっかやっとったっすね。あ、余計だよな、もう組み方の図面があるしな。そうですね。で、まあ、そのそれこそアフターが少なかったんで、うん、その現場合わせてやるっていうのがなくて、図面とにらめっこだったんで。ああ、そういうことな。で、ちょっと加工するっつっても開口部だったり、うん、今、うん、エコキュート先付けだもんでとかっていうので、うん、中地ずらしたりとかを気使うだけで、うん、あとはもう図面で折って
それに合わせて、うん、ああそうやって集めてるもんで、で材料も拾ってっていう感じだったんで、回収とちょっと違うもんな。そうですね、現場合わせみたいなところがある。そうですね、回収は結局足場ばらしてもいきなり変なとこ立ったりするもんで、うん、ああそうだな。で狭いところに行く前から隣の建物を干渉しますし、そうですね、ましてや花壇とか敷地内にあったり、ね、後から疲れるもんね、うん、そうですね。でね、実際どうなの、ね、勝てるのか勝てるのか、あもう勝てるななのか。いや自分バラシそんな早くないんですよ。あ本当。賭けの方がまだ自信あるかなっていう感じなんで。賭けだったら勝てるかなって。誰に？翔くん。龍二。どうなんですかね。僕龍二くんが立ち上げとる姿見たことないですね。もうそうで何？カンタ。カンタくんとはそんな差して回っとらんなんで。全然分かんない。トシさんはやっぱ綺麗ですよね。足場が。ああ綺麗。バラシ行った時にああこう組むんだみたいな。あそこそこ組とバラが違うもんで、あそれ勉強になるよな。勉強になりますね。あとし君の足場だとか大体分かるな、見てももう入る前に 聞くんですよね。でまあとし君が入っとるって聞いとったもんで、うん、その現場状況聞いて、うん、ああそうっすかっつって、うん、って感じで入ったらああこう組んであるんだみたいな。あそういうことな。で実際どうなの、勝てるの。いやー、競争したことない。年間もちょっとあれだろ、やっぱ年だもんね。知識が豊富ですからね。スピードよりも人を動かすっていう感じですよね。まあそうだよな。勝利を勝てるのか。でも、僕らは新築が多かったんでしょ、多分。そうです。ただ下手したら回収が勝てんかもしれないですよ、やっぱり。とっさの行動、まっすぐ、まっすぐだったら早いかもしれないですよ。ずっと組んでからなもんで。ほんでこうやってなんかいろんなもんが出っ張ったりするとか、下に物があるとかってなったら、一瞬多分考えるじゃないですか、やっぱり人間なので。考えます、考えます。もう自然と動くんじゃなくて。そうそう、僕らはもう、日頃から組んどるもんね、あ、こうしようみたいな感じに、もう先に進んでるけど。一回、その、考えて、ああ、こうしよう。ああそういうことな、組みながらちょっと一回立ち止まっちゃうってことな、現場な。で、一人ではまだ行ってないのお前。何回か行ったよね。行っとるっすね。ほんと、そうか。お前の中でじゃあ誰が一番早いの、その作業、作業のその。こいつ一番すげえなっていうのね。まあ、速さ、綺麗さ、全部含め。速さ、綺麗さ、トータル。トータルだと困るっすけど、その、やっぱ人それぞれ良さがある、ね。良さがあるんで。うん、速さだったらやっぱ翔くんかなっていう、うん、やっぱ速いなこいつって思いますね。綺麗さは、綺麗さだったらとしくん、りゅうじくんじゃないですか。あ、ほんと。カンタはザコ。いや、全然やっとらんもんでわからんす。カンタはザコ。全然やっとらんもんでわからんす、マジで。なんか絡ませないんだろうみたいな。だけど今また入ってきて、まあ、何ヶ月じゃん、まあ、大体もう 何日が入って、何日、明日で3週間前、まあ、ちょっと古い、ね、金曜日で来たんで、ちょっとあと松田君とあいつもう一人、岡部ですね。岡部、まあ、結構いいチームだよな。そうですね、みんな集まって、まあ、楽しそうにやっとるやん。楽しいですね。なあ、はい、まあまあ、あ面白そうだ、今後面白そうだなって楽しみだしな。結構大きい仕事の話も入ってきてるしな、はい、今。まあでも足場って奥深いよな。バカみたいなやつが、ね、なんかただの力仕事でしょとか言うけど、うん、う、まあ、確かにそうだけど、その中にやっぱ深さがあるよな。そうですね、やればやるほど、まあ、本当にまだまだ奥がもっとあるよな。いろんなことがあるし、はい、もちろん戸建てとかマンションだけじゃないもんな、足場って。そうそうそう、いろんなタンクに足場組んだりとか、はい、もうあの絶壁とか、あそこに組むやつもあるもんな。ありますあります。すごい、いろいろありますよね。なんか大仏とか組んだり、そうそう、なんかせり足場っていうのもあります。大仏とかすごいな。こう組むならわかるけど、こう組んでからかなってすごいな。こう組んでいくって難しいじゃん。難しいです。こうは組んでいけるじゃん。そう、外に行くのは簡単なんですけど、中に入れ込むっていうのが一番難しいですね。すごいね、足がねえんだからね、そこ、はい、そこをやっぱ補強とかいうの入れて力もう分散させてからそうか、うん、まあそういうのはやっぱいろんな足場があるので、ね、ええと思いますけど、まあ今日ちょっと静かに静かな感じの動画になると思いますが、あとあれ、なんか日付決まったの？2月の6日です。2月の6日にあの足場屋さん、あの一人屋さんとか、まあ、トラック持ちとかでも何見てもらうけど、そういう人から、その逆に今本当にさ、下請けがいないって言ってるんで、ちょっとね、ある程度10人、20人やっとるところから建設会社さんまで、名刺交換会みたいなのができやなと思ってます。で、まあ、お酒と飲み物も出るね。はい、で、あの、お酒の飲み物ってあれか。ご飯とお酒も出て、で、みんな行くんだろ、お前らも。そうですね。何人か行くみたい。ミッチも行くんだろ。あいつ行くって言ってました。うん。で、まあ、ちょっと面白い、なんか、まあ、交流会みたいなのができればなと思ってますんで、ぜひ参加の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。また見てね。